どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ナッツです。本日はルドオーゼ o z の動画になるんですけども、もう7月も折り返しということで、えー、本日お話ししていく内容なんですけども、7月の末から8月の上旬にかけて実装予定のアップデートの内容のご紹介となります。よろしくお願いいたします。 え現在、えー、アップデートがね既に大きいのが5月6月おそらく6月の頭と7月の頭ぐらいで来てると思うんですけども、えー、その2つのアップデートとかと比較しても個人的には一番楽しみな、えー、アップデートが今回かなと思っております。 そして、えー、内容なんですけども、えー、いくつかあるんですがまず1つ目としてはウィークリーチャレンジモードの実装ということでこれがね、えー、どれぐらいの量のチャレンジがあって、えー、どのような形で実装されるかっていうのは、えー、現状明らかにはなっていないんですけども、まあ、新しくねこうコンテンツが増えるというかやることが増えるのはめちゃめちゃ、えー、楽しみかなと思っております、ね、そして他にも、えー、新武器の追加なんかも予定されております えこれは現在、新武器が、ね、1本、セミオートスナイパーライフルみたいなものでえあると思うんですけども、あのような形の実装になるのかはわからないんですが、んまあいくつか何本か一気に実装してくれると嬉しいななんて個人的には思ってるんですけども、まあ、確実実に1本以上の実装はあるかなと思いますえそうしまして、他にも、えー、追加の外観アイテムということで、おそらくこれに関してはキャラクタースキンのことを指しているのかなと思います。 現状キャラクターは総勢16名かな16名ぐらいいると思うんですけどもまあそのキャラクター全部のスキンがね出てきてくれたら嬉しいなぁとは思うんですけどもちょっとずつの実装になるんじゃないですかねおそらく。そしてこの新武器だったりとか追加の外観アイテムっていうのが。 えーまあ、どのような形で実装というかね、えー、入手できるのかはい、えー、だ不明でございます、おそらく。えーまあ、ウィークリーチャレンジモードが同じタイミングで来るので、えー、この、えー、チャレンジモードが 何かしら関係してくるのかなっていうのが正直濃厚なところではあると思うんですけどももしかしたら場合によっては、えー、今ある新武器みたいな形で、えー、新しい難易度、まあ、エクストリームのクリア報酬とかで入手っていう場合もまあなくはないかなと思うので、まあ、ちょっとこれねそ,、えー、その部分も注目かなとは思うんですけどもそしてもう一つ、えー、これに関しては。 えー、確実に今回のアップデートで実装されるかと言われるとちょっと微妙なところではあるんですけどもウェーブ形式のサバイバルモードということで個人的には一番楽しみにしているものにはなるんですけども。 これは、えー、いつ実装っていうところまではね、えー、確定で決まっているわけではないっぽいんですけども今までの傾向を見るとおそらく今回のアップデートで一緒に実装されるんじゃないかなと予想しておりますあくまで、えー、俺の予想にはなるんですけども、まあ、今まで、えーこんえー、そのアップデートで、えー、実装されると言われてなかったもので、まあ、その他としてここら辺も、えー、近日中に実装しますよって言われてるようなもので、えーまあ、今回の えー、ウェーブ式のサバイバルモードっていうのも一つなんですけども他にもプライベートロビーだったり PVPVZ 中のクラス変更機能さらに PC 向けのフォブスライダーの実装なんかも、えー、そういう枠に入ってたんですけどもそれはすでに前回前々回のアップデートで同時に配信されておりますので、えー、残るはそんな感じで言われてるくくりのものはウェーブ形式のサバイバルモードのみになりますので。 おそらく今回のアップデートで同時に追加してくれるんじゃないかななんて思っております。そうすると、現状キャンペーンモードと PVPVZ のモードがあると思うんですけども、基本的に結構コープモードが人気があるかななんて思っておりますので、このウェーブ形式のサバイバルモードも4人協力型の4人コープのモードになるそうなので、 うん、すごい人気が出るモードになるんじゃないかななんて思っております個人的にもこういうウェーブ形式の耐久系のサバイバルモードっていうのは結構好きだったりもするので特にこの「ワールド・オー・ゼット」っていうゲームにはめちゃめちゃ、えー、ドンピシャで合ってるゲームモードなんじゃないかななんて思っておりますなのですごい楽しみですねもしかしたら、えー、このウェーブ形式のサバイバルモードっていうのの 何かのねクリア報酬とかでキャラクタースキンだったり新武器のアンロックなんかがあるかもしれないのでそういったところにも期待して待ちたいかなと思っておりますということで本日の動画いかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたしますそれではまたバイバーイ